こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロス PS やっていきます。シリーズ2完全移行が終わりましたね。はい、ということで今日は契約書をまとめて引いていこうと思います。まあ、S ランク系の契約書を引いていこうかなと思っております。ですね、引く内容としては確率契約書 S ランク 10% が4枚、 S ランク 30% が4枚で、 S ランク契約書が4枚、自チーム S ランク契約書が1枚っていう、このね、内訳になっております。13枚かな。はい、順番に種類ごとにまとめて引いていこうかなと思います。じゃあまず、確率が低いものから S ランク 10% からですね、確かね4枚あったんですよね。3枚山よし、あった。はい、ということでちょっとね、プレゼントボックスかなりごちゃごちゃしてるんですが、まあ種類ごとに引いていこうと思います。まず S ランク 10% なんですが、過去成績はですね53打数6安打です。はい、6回 S ランク出てるんですが、確率に直すと1割1分3厘と、まあ一応ギリ 10% 以上は引けてるっていう感じの引きになっております。じゃあいきましょう。まず S ランク 10%4 枚あればって、最近ね引けてないんですよ。 S ランク 10% からはね最近トント出てないので、まあ 10% なんだけど、4枚引いたらもしかしたらね、もしかしたらね来てくれるんじゃないかなって思ってるんですけど、あれはい、あ、涌井さん、はい、ニューがどんどん来ますね。田口選手、あ、オッケー。うおー、どうしようかな、称号つけちゃおうかな、ついてなかったと思うんで。はい、宮西選手、はい、あ、翔さんと、はい、こんな感じの引きになりました。宮西選手はオーダー入ってるので、リーグオーダーもリアタイのオーダーも両方入ってって極みなので、ちょっともしかしたら称号用にしてもいいかもしれないですね。はい、ということで内容はすごく良かった、 A ランク、いい A ランク引けたんですけど、まあ S ランクは出ませんでした。次、じゃあ S ランク 30%、まあ、30% を4枚あったら、 30% がね4枚あったらまあいけるでしょとは思うんですけど、まだ確率契約書のとこはね怖いですね。うん、あった、よし、よかった。4枚ですね。過去成績は44打数15安打です。はい、44枚中15枚 S ランク出てるんですが、確率に直すと3割4分1厘。こっちの方がいいですね。34% 引けてます。はい、じゃあ S ランク 30% いきますよ。よし。これ、ここではね、1枚は来てくれるんじゃないかなって思うんですけど、どうです、よしよしよし、来ますね。さあ、何枚だ、そして誰が来るっていう感じですが、まあ S ランク来たらそれだけで OK なんで、あんま中身はね、あだこだ言うつもりはないんですけれども、うん、いきなり、はい、いや、巨人だったらね、もっとね、坂本選手がね、本当は欲しいんですけど、でも S ランク OK ですね。とりあえず1枚。次いきます。メルセデス選手、いいですね。うわー、外国人パレードか？いいですよ。3枚目。うわー、来た！マジか、おお、いいですね、引けましたね、シリーズ2。あ、岩宮選手 A ランクどうだったかな、前 S ランク引いた記憶あるんですけど、はい、いや、いいですねいいですね。はい、さあ最後、最後どうかな、最後は、あー、半分いいんじゃない、半分 S ランク、はい、しかもなかなかの引きですね。はい、ということで、よし、盛り上がってきました。いや、もうね、シリーズ2しか出ないっていう安心感はすごくありますね。はい、これからはそうなっていくのか、まだ慣れないな。じゃあ次、もう S ランク契約書です、次。S ランク契約書を4枚。いや、じゃあこれもう4枚ともシリーズ2の S ランクが出るっていうことなんでね、すごく楽しみだけど、怖いな。S ランク保証されちゃってるからな。欲が出ちゃいますね。じゃあ行きましょう。S ランク契約書4枚いきます。これは確率も何もないですからね。あー、欲しいなー、でも欲が出ちゃう。坂本選手欲しいなー。有能代理人、え、なんか S ランク4枚引いた割になんか演出が、え、なんか演出が全然来ない。え、本当に S ランク4枚引いてるの私。さあ、よしよし、割れた割れた。はい、はー、え、マジか、どうしよう、あー嬉しいどうしよう、あの極み持ってます、極み持ってるんですけど、全然次が来てくれなかったんで、今サード村田選手使ってるんですけど、継承します。これ OK、 いきなり来た、自チーム引き良くなってきてる。次、次、おー、また自チームかと思ったら違った。はい、加藤選手、よし、さあ次、青いチームが来てますよ。はい、3枚目、
おお、岩下選手パリーグに行きましたね。さあじゃあ最後4枚目いきます。はい、誰、おお、ホークスも結構来るな、明石選手ということで、はい、こんな感じの S ランク契約書4枚ですね。いや豪華だな、4枚も S ランクシリーズ2が来るなんて。はい、まあ一番大きいのはやっぱプーさんかな。うん、継承できますね、すごくありがたい。でしかもミート型もうパワー型ばっかりなのでミート型かなりありがたいです。はい、ということで S ランク契約書の引きはこんな感じになりました。うわー、最後まで引くか。最後自チーム S ランクですね。自チーム変えます。まあ、ベイスターズの選手も欲しいんですけども、ちょっと散々言ってきたから分かるかもしれないですね。ツイッターの方でも言ってたんですけれども、どうしてもね欲しいです。ちょっと今ショートが、まあ、今宮選手来ましたけど、いやでもやっぱり坂本選手が欲しい欲しいけど11枚、今 S ランクいるんで11分の1、 10% 以下なんですよね。そうなのでいやだって私 S ランク 10% も全然引けてないのに11分の1引けるのっていう話なんですけど、でも狙っていこうかな。こっちもいいなうわ、いやでも坂本選手ちょっと引きます。はい、ミキさんもねなんかと数日で来るみたいなんで、いやでもそれ考えない、もう引く、今日引く。はい、行きましょう。最後ね S ランク自チーム S ランク契約書引いて終わりたいと思います。 V ロードをこれに合わせて終わらせたので、ちょっとねどこ行った、あったこれ引いていきましょうか。100周の達成報酬ですね、巨人で坂本選手狙いで引いていきたいと思います。じゃあ行きます。よし、去年のこのタイミングで坂本選手引いてるんですよね。そのシリーズ2完全以降の去年のこの異世界風のタイミングで、確かゴールド契約書から引いて以来出てない1年ぶりの坂本選手お願いします。ツイッターで坂本選手引きますってツイートしたら、若林選手と予想しますっていうリプライをくださった方がいらっしゃいましたね。そういえば大正解じゃないですか。いやーまあ、11分の1は引けないですよね、なかなかね。はい、ということで数日後またミキサーで勝負をかけたいと思います。まあ、その前にゴールド契約書もあるので、それはまたちょっと別でまとめてね動画にしたいと思います。結構な枚数あったと思うんで、まあ、ゴールド契約書からねもしかしたらね狙いの選手来てくれるかもしれないですし、たくさんねゴールチケも貯めてて、抽選会の10連ゴールチケもあるので、まあ、それも含めて、うん、後ほど、まあ、後日動画にしたいと思っておりますので、よかったらまた見に来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ。